おはようございます、アーランです。はい、ということで今日はですね、e フットボール2020をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、アップデートが入りまして、今メンテナンス期間ということなんですけれども、はい、この家庭用版の方はね、トライアルマッチのみもすぐにできるということなんで、そちらを今回やってみたいと思います。はい、まあ、メッシが表紙のね、近未来的なデザインになってます。はい、はい、完全にメンテナンスが終わるのは7日に終わるようです。はい、さあそれでは、ね、まあ、ちょっとここの画面も背景の色とか変わってますね。はい、はい、トライアルマッチやってみたいと思います。はい、はい、あ、でもクラブ、あ、でもこんだけしかないんだ。まあまあ、プレミア2つだけ。はい、リーガン、モナコ、セリア7つありますね。はいはい、バルサとかある。リーガーバルサだけで、あとその他にバイエルンが入ってます。国もあるな。国あるんだ。日本はありません。はいはい、はい、J1 全チーム、 J2 全チームになってます。全チーム入ってます。はい、はい、まあ、やっぱりまず最初なんでね、FC 東京使いたいと思います。はい、時間はこれもしかして5分か。ああ、はいはい、時間は10分選べます。はい、はい、お、何、ここもなんか、ここの画面も変わってますが、なんか前より好きだな。ああ、見やすいね。でも前のなんか青と黄色使った感じの すげえ見づらかった。まあ、ちょっと確かにチカチカする感じはあるかも。ちょっと選手は古い感じかな、多少。でもこのユニフォームいいね。いいねって言うのは前こうじゃなかった。いや、ユニフォームのなんかこんなちゃんと画像はっきり見えてたっけ。あれ、それは前見えてなかった。あ、だから背景が違うから。あ、で見やすくなったってことかな。後ろがピッチっぽい色になってるし。はい、これまあ選手とかは多分そもそもこの前も変わったから、メンテとか終わったら変わるのか。ちょ、まあ、レアンドロとかいます。はいはい、だいぶ見やすいね。うん、だいぶなんか能力も上がったんかな。これどうなんだろう。昔の FIFA と比べると海外との差はなさそう。まあそんな感じある。能力値で言うと昔の FIFA っていうのは、いや、 J リーグあった頃の FIFA。 ああ、そういうことね。どうだろうね、ちょっと普段均一化でやってるからちょっとそこも分かんないですけど、変わってるのかもしれないね、ちょっと。さあ、それではスターティングメンバー見ていきましょう。今回私はこちらのメンバーでいきたいと思います。はい、大使とね、東と、ディエゴは絶好調になっています。いや、普通に能力めっちゃ高いじゃん。うん、大使さん72あるからね。うん、これはかなり嬉しいですね。はい、レアンドロ選手とか一応外してます。はい、はい、私はこのメンバーでいきます。え、何、小泉選手サイドバック。いや、まああるけどね。ちょっとただこれイースト上だとどうなんだ。あ、サイド敵さあったわ。なぜそれを考えずにやった。はい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 、うん、その辺の意図というのは。了解。ある、なかったでしょうね。うん、そこも変えていこう。オッケー、今シーズンから。分かった。このようなメンバーに変更となりました。いきなり33歳。いきなり33歳って何、ステーキみたいな言い方。さあ、フロンターレの方はただやるだけなんで。はい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 、日本一に向けて。はいはい、よろしくお願いします。15町前哨戦です。はい、よし。明治安田生命、うん、ここは変わってない。ここら辺は変わっ、なんか演出とか変わってるとこあるんでしょう。何もないか。だから北田さん、新しい実況もしかしたらあるかもしれません。はい、よっしゃ、いこう。落ち着いて。現地の天気は晴れてますね。よー、手が積んで OK よ。出ろ出ろ出ろ。出ないよ。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしく。いやー、くそ惜しいな。いやー、そうだ。よしよしよし、ジャーキャー。いいね。ちょっとボール出てる。ボール出てるって何。いや、中にボール入ってた。特別なゲームなんで気持ちは入りますよね。気持ち入った。激しいコンタクトなんかも出ると思うんですけども。ナイスよー。いやー、でもなんか軽くなったかな。なっ、どうなんだろう。かもしれない。捜査官のね、サクサク感はあるのかな、これ。なんかスピード感か。うん、いや、前もすんげえもっさりした。確かに確かに。え、なんか、あ、確かにだいぶ軽くなった感じあるかもしれない。うん、え、普通に遊びやすい。うん、なってる感じあるね、確かに。うん、あとどれぐらい切れるか。切れるかは関係ない、切れやすさは。オッケー。
宮代オッケー、いや、ゆうと、いやでも、オッケー、行こう行こう行こう、だいぶ、まずね、いいな。そうだ、マジで、なんか、何の問題これ。いやーなー中川なな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 中川確かになんかちょっと重たさがこんなチームがだいぶ変わってる気がするね。危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃を惜しいな。何をしてるの。いやいやいや惜しい。いらねえよそこは。丁寧に足元を使う。なんでだよ。バカカカカカ。いや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 。なんでだよ。ねえ、オッケー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 。いや、かなり感触いいな。うん、そうね、初見の感触すごいいいです。これが無料ってのがすごい。確かに、オッケーよ。裏を狙っていきます。トイボでしょ。アダユカのへのボール。ナイス。まだボールを追っていく。オッケー。うん、東、いや、そっちじゃないな。ここからカウンター早いでしょ。ナイスよ、エンリケ。いいね、そういう前から積極的な守備。抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。オッケー。東よ。東から渡辺。ナイス。いや、りょうちゃん。いやー、こっちかよ。セコから右サイド。抜けてくる。まずいよ。ナイス。タッツキ。タッツキって誰。え、セコさん。うん、危ないよ。いや、マジか。いやー、マジ。いいとこありますよ。マルシーニョ、自分で行く。ナイスナイス。マルシーニョから上り坂。いやー、どんなそこ。いやー。そうですよ、ここは。ナイス。いや、マジか。裏のスペースを狙う。えいえいえい、おーい、おやいや、意味がわかんねえよこれ。いや、ちょっともっさり感じた。いや、いいいい。いや、おめえの頭がもっさりしてる。オッケー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 。そこは変わんねえと意味ねえ。了解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 。そこアップデートしな、ここオッケー。指さすな、人の脳みそ。いや、マジかこれをゲームのせいにするんだ。いや、俺のせいだけどね。いや、おめえがしてる。了解了解。いや、クリアできたな、今のは完全に。で、あなたのところでちゃんともう丸でクリアしなきゃダメだった。オッケー、自分に矢印向けどうかー。よし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 、まだまだ全然こっから行こう。さあ、川崎、欲しかった先制点を決めました、うん。このいつもと違う緊張感のあるゲームでよく決めましたよね。しかもあれ、まあ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 いいよ。重みが違いますよね。はい。いいよ。いいよ。仕掛けるか。いやー。やばー。ナイス。クリアで。俺は違う。俺はお前と違うってナダルオマちゃんに言ってんのか。すげえ、うん。クリアしたんだよ。オッケー。え、短い。いやー、そっ。おい、ファールは。ないよ。笛は吹きません。おい！りょうたさん。りょうたさんってなんでりょうたさんと。いや、大島。うん。はっ！はっ！あー！オッケー。どこ？東から渡辺。松木。どうする？シュート！いやー！オーダー！オーダー！もう攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をするから。なるほどね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。いやー、いいねー。 FC 東京としては前半このまま行くのか、あるいはマジかリスクを犯してどういうのを狙いに行くのか。マイボー、マイボーだろこれ。いや絶対マイボー、もう切り替えて。絶対はない。立ち上がりのプランも変わってますからね。絶対ある。インターセプトを狙う。オッケーオッケーオッケー。いや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 、そういうプレイだ。オッケー。まあ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 。いいよ。オッケー。FC東京。いや、拾えないかこれ。中心でしたが、ここはナイス。いや、これはちょっと。マルシーノ。
かか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 かちょっと重たいな。お前の頭。ここのシーンね。オッケー。ああ、オッケー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 。判断スピードが重たい。うん、そう。それよ。オッケー、それよって何？すごいって。分かった。さあ川崎さらに1点を追加して2対0としています。川崎としてはいやー、それひど。余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので、守備は引き締めていきたいですよね。いやいや。あぶね、オッケーよ。うん、オッケー、オッケー、オッケー。ダイウトン。次、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 次。スルーパスを出す。あ、見てる前。抜けてくる。さあ、つか。シュート。いやー。ちょっと。もう、これ決まんないかー。オッケー、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 オッケー。大丈夫、まだいける、いける、いける。今の三年の顔つき。いらねえ。ゴールは大きいですよね。ですね、けるかオッケー何オッケーマジこうやってやるから行こうぜ東京行こうぜうわーどこには自分の世界がある例えるなら空をかける一筋の流れ星ないでいやそれはひどいなスペースを使うさあカウンターのチャンス。いやーどうせない。カウンターですよ。よマジかー。ねえだろこれはー。本当かこれ。本当。裏のスペースを狙う松木ここは読んでいました。どうだ。いやあそっか宮城郎おげーおげーこれ仕方ないいやちょっとあそこ足当たってんなとこ飛んでっちゃったなえ何いやいやいやあのお前パスが変なとこ飛んでったコースはさすがにキーパー厳しいでしょうねへえいや結果当たっていいパスになっちゃったあったかうん本当にいやマジマジ本当本当にえ、ちょっと見せてねえこれ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 当たってるでしょこれは本当かなうんオッケー切り替えよちょっと一応見せてもらうん何見せてってえ何何いや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 当たってないかこれは全然当たってないけどうんこれは勘違いでしょごめんなさいうんちょっと震えたような気がしたんだけどなお前のズーム分かったオッケーすいませんジジイなだけすいません勘違いした、うん、オッケーそう何でも人のせいにしようとすると、はい、ただのジジイなだけ分かった、うん、川崎オッケー3点差までその差を広げています抜ければチャンス柔らかいパスよしいやーマジか出ろいやーくっそ今作かなり良さそうですいやかなりまずいです今作いや。東。渡辺。いや。大丈夫大丈夫。さあ中川。ないね。いやマジ。オッケー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 いや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 。さあ行こう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 。位置まで持ってかれましたからね。さあフリーキックの操作感を確かめていきたいと思います。もう全然ない。オッケー。いやし、ナイスマスキクル、いいなこのパフォーマンス。カメラに持っ。オッケー、カメラに持っとってなんの俺ね。オッケー、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 ナイスよマスキ。よし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 、いやいいねこれパフィさん。いいシーンだねって何？うん、オッケー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 。いいねこの滑り込むやつ。パーソナルこれ出ました。さあここからだよよし答え答えさあここで、塚川入れていきます田原次の入れます、脇坂山田田原次のバナナ入れましたよしやいよ言おうとしてる田原次のオッケーいやいいシーン撮れましたオッケー糸関係シーンのためにやってねサムネ用のオッケーよしどこよかったよかったじゃねえんだ
オッケーオッケー、前後でしょ、よし、さあ行こう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 、答えら、ええゼロ取れる、さあ行こう行こう行こう、おこれはガードだろ、せーに、おい、あーやかい、オッケー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 、しよしよしよ、もう俵つみが入ったばっかだぞこれ、国立とまたこれとかじゃねえ、あん時誰だっけ、いやあん時は脇坂さんです、はい、はい、中川選手倒したやつね、いやかなりこれは危険なプレーだよ正直、マジ行くぞ、まずいよ、行こう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 、驚きは退場やめてくださいマジで、いやそっち行くか、これは合いません、いや裏へのスルーパス、さあフリーだ、ちょっと来ないでこんな、打って、神福本の神セーブ出たか、ソンリョンだけど、あ今ソンリョンか、間違えた、オッケー、いいボールだ、おい、何を煽ってんだよ、マルシーニョから脇坂、脇坂からマルシーニョ、いいよ、ダブルタッチ、オッケーオッケー、煽ってるよ、こいつ、いやー、危ない、なんで、いやー、カモ、行こう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 、さあ、一人で持っていく、絶対こっち、オッケー、いやーマジか、大丈夫、出すの、さあカウンタースピードを上げたい、おいおい、オッケー、一回誘っていくか、いやー、さあ、いやー、オッケー、逃げてくれた、ディエゴ・リベイラ、あっ、オッケーオッケー、逃げてねえよ、いや、いけたわ、誰だよ、審判、ああ何をした、何があった、どれがファールなの、いやこれはファールだよ、それは確かに、ええ、さあまだ行こう行こう行こう、ペロッチ、翼行きます、小林優と遠野選手いました、あと徳本も行きます、何って、いや絶対パス来るよ、うん、ないないない、お前 PK 当然、オフオフオフ、あどこに PK、 なんで PK 取らねえのまず、え何、いやこの時点でまず取れよ先に PK、 オフサイドの前の事象でしょ、違う違 う, 違 う, 違う、いやもうこれ川島さんのやつみたいになってんじゃんマジで代表戦のいや、いいとかじゃなくて、ここは小波さんお願いします、マジで、違う違う違う、いや、リアルに、いや、ないから、マジで、奥とかじゃない、そもそも、いや、お前さっき当たってないのに当たってるって、そう、言われなんだっていうから、もうそれは審判を嫌うでしょ、嫌い、好き嫌いでやってるって、お前ディスってんのか、レフェリーが感情でやってるんだよ、審判は、川崎カウンターを仕掛けていきます、お前一番失礼だからその発言が、キンパンに対して、ギストやつとね入ってんの、オフサイドになります、行こう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 、いや審判も人間だから、うん、はい、だからってそんな何でもやっていいわけじゃねえ、いや言ってない、それは、いやお前が一番リスペクトしてない、なその発言が、審判やって感情あるから、いやねえとは言ってない、お前どけよ感情俺が通るみんなどいてんの、お前ビビって通らねえだけなんだよ、okay、何もねえのにおい届けよテル、あ感情邪魔してるマジで、いやトラップが、オッケー、いやマジか、マジシミッチ、大南オッケーオッケーオッケー、まあまあじゃねえんだよマジで、味方削りにいってたよお前のやってることは、東
もう守ろう。絶対中使ってくるから。いや。ナイスケ。いやもう。右サイドへ振って。おい、こんなんねえぞ。さあ、カウンターを仕掛けますか。行こう絶対マイナス。もう一回パスもある。失礼言うてよ。おい、サイド早くしろ。何いや、何とかじゃなくて、いやもう終わり眠らない街中太郎、お前よ、もう煽りだろ。ここで眠らない街中太郎とか川崎も眠らない。ねえよ、こんな街。おい、何そんな街。何川崎に眠らない、川崎に眠らない街はねえぞ。全員眠ってるでしょ。いや夜になったら、いや川崎もさ、別に繁盛してるけど繁盛の話してねん。ありがとうございました。こんな、アップデートになりそうです。参考してください。参考してください。これをどう判断すれば皆さん任せます。誰が切れるってことはいい。分かりました。オッケー、任せます。皆さんの判断失礼します。はい、この動画いいと思ったら高評価お願いします。